東京カラーソニックミニドラマ、イオリとカグラの相性。澄み切った青空を眺めながらお気に入りのクラシックを聴き、ティーをたしなむ。この上ない最高の朝だ。完璧な俺の日常。世界よ、今日もありがとう。誰だ？おはよう、高月。今は大丈夫？なんだ、また貴様か。ごめん、取り込み中だった？最高のモーニングルーティーンを堪能していたところだ。要件なら手短に話せ。ああ、うん。実は高月にちょっとお願いがあってさ。うん？内容は？ここじゃちょっと話しにくいっていうか、よければ部屋入ってもいい？断る。俺はモーニングルーティーンの最中なんだ。そして自分の部屋に他人を入れるのが好きではない。今この場で1分以内に話せ。あー、そっか。そしたらまた今度にするよ。は？日を改める。あ、突然来ちゃって本当ごめんな。おい待て、だから手短にまとめれば聞いてやると。いいよいいよ、朝の時間奪うの申し訳ないし。じゃあまたな。ちょっと待った。で、なんだ？なんだはこっちのセリフだ。なめてるのか。話したいことがあるなら話せばいいだろうが。高月が嫌だって言ったんじゃん。ああ言ったよ。でもそこであっさり引かれるのも何か違う。あの倉橋とかいう変人はこちらの都合なんてお構いなしだったぞ。そうなんだ。でも俺倉橋じゃないし。うるさい。とにかくモヤモヤするから話せ。特別に聞いてやる。本当にいいのか？他人を部屋に入れるの嫌なんじゃ。いい、入れさっさと。ありがとうございます。で、話というのは何なんだ一体？まあそれなんだけど、あのさ、高月の日常生活を俺にも体験させてもらえないかな。は？俺ペアになったからには高月のことちゃんと理解したい。何考えてるのか、どういうものを見ているのか理解してこそお前の作った曲が歌えると思うんだ。うん、また突飛なことを言い出すな。貴様はダメか。ダメというよりも具体的なイメージが湧かない。何をするんだ？例えばほら、さっきなんちゃらかんちゃらしてるって言ってただろ。モーニングルーティーンのことか。そう、それ俺にも体験させてもらえないかな。貴様が体験して何になる？我々の関係にいい影響を生み出すとは考えられないんだが。やってみないことには分かんないだろう。もしかしたら何か発見できるかもしれないし。随分ポジティブなやつだな。こういうのはまずやってみるのが大事なんだって。なあ頼むよ。この通り。まあそこまで言うなら付き合ってやらなくもない。本当か？貴様にはうまいラーメン屋を教えてもらった借りがあるからな。俺でよかったら店なんていくらでも教えるよ。まだ知ってるのか。うん、あそこ以外にもいっぱい知ってる。じゃあ高月がルーティーンを付き合ってくれる代わりに俺がうまい店を教える。この交換条件ならどう？ふん、仕方ないな、乗った。よし、じゃあこれで交渉成立ってことで。いいだろう。ありがとう。じゃあ早速高月のルーティーンってやつを教えてよ。俺はまず朝起きてクラシックを流す。特にお気に入りはモーツァルトだ。ああ、今も流れてるもんな。そんなに好きなんだ。クラシック音楽には精神的なセラピー効果や自律神経のバランスを整える効果もあると言われている。朝にはぴったりなんだ。へえ、俺あんまりクラシックとか聞かないから新鮮。どうせ普段からガチャガチャした音楽を聴いているんだろう。ガチャガチャっていうか、まあ確かに激しいのが多いかもな。こんな静かな部屋でクラシックなんて初体験だよ。いいなこういうの。キラキラした目をしやがって。
高槻のルーティーンはセレブみたいですごいな。丁寧な暮らしって感じがして尊敬するよ。そうか。朝はクラシックを聴きながら何をしてるんだ？今はオリジナルブレンドハーブティーを飲んでいた。え？何それ、うまそう。高槻が作ったの？そうだ。自分で茶葉を厳選し海外から取り寄せている。すごいな。もしよかったら俺も飲んでいい？ふん、仕方がないな。少しくらいだったら飲ませてやる。待っていろ。ありがとう。ふん、あいつめ、見くびっていたが、もしかしたら俺の作り上げた暮らしの良さを理解できる人間かもな。このハーブティーを誰かに出したことはないが、あそこまで興味を持つ人間になら悪くないのかもしれない。おい、持ってきた。寝てる。だと。宝だ、お経。貴様、人様の部屋で何をのんきに寝ている？ごめん、俺今意識飛んでた？いびきまでかいて寝てやがったぞ。あ、マジか、ごめん。なんか心地いい音楽聴いてたら気持ちよくなっちゃってさ。俺はほんの数十秒離れただけだぞ。俺昔から寝つきだけは良くてさ。黙れ、そんな情報どうでもいい、この無礼者め。ほんとごめん、失礼なことして悪かった。まったく、貴様が俺のルーティーンを体験したいと言ってきたから用意してやったというのに。そうだよな、もうこういうことないように気をつけるから。ほら、ハーブティーだ。ありがとう。なるほど、うまいだろ。ハーブティーって初めて飲んだけど、あれだな、芳香剤みたいな味がする。貴様消されたいのか？ごめんなさい、言い方間違えました。要はまずいと言いたいんだな。そうなんだな。あ、そうだね、俺の口には合わなかったかもしれない。俺の予想は外れたか。え？貴様は高槻神楽のモーニングルーティーンを唯一理解できるかもしれないと思ったんだよな。今のところ何も分かち合えるものがない。そんなこと言うなよ高槻、まだ始まったばかりだしな。どうだかな。あ、ほら、まだまだ体験していけば俺もこれだってものがあるかもしれないし。とはいえ俺のモーニングルーティーンは次で最後だ。それって朝食だ。食事なら俺も大丈夫だよ、辛いもの以外なら食べられるし。言っておくが、俺はサラダを心から愛している。よって朝もそれしか食べない。いいじゃん、サラダ俺も大好きだよ。食べられない野菜もないし大歓迎。うん。どうした？俺は知っている。え、何を？貴様のその爽やかな笑顔の裏に隠された裏の人格、ショベルカーのように人の心をえぐっていく天然さ。この次もとんでもない仕打ちが来るんだろう。高槻、一体何の話をしてるんだ？俺は梶春日のように甘くはない。よってお前を信じない。どうして？わけわからないんだけど。わからないならわかりやすく伝えてやる。お前と俺は相性が悪い、気が合わない。おそらく趣味嗜好も全く違う。趣向が違うのはなんとなくわかるけど。だろう！よって仲良くする意味はない。お前こそここまでして俺のルーティーンを体験したいのか、こんなにも気が合わない男の隣で過ごしたいか。ああ、過ごしたいよ。なぜだ？それが俺の正義だから。は？気が合わない、趣味が違う、だから一緒にいなくていい、そんな考え間違ってるよ。違う人間同士だからこそ寄り添い合うべきだ。違うか？まあそういう考えもあるが。俺はお前を知りたいんだ。いつも何考えてるのか分かんない仏頂面でさ、突然キレ始めたりするし、キレると子供っぽいし、どうしたんだろうこいつ、不気味だなって思ってたけど、そんな高槻のことが知りたいんだよ。
俺のことをそんな風に思ってたのか。そうだよ。なぜそんな風に思うやつに構うんだ。さっきも言っただろ、これが俺の正義なんだよ。ペアだから俺はお前と向き合いたいんだ。高槻がどんな人間であろうと俺は諦めない。そのままの相手を受け入れるっていうのも大事なことだろ。宝だ。このまっすぐな姿勢嫌いではない。俺の中に広がる温かい何か、これは一体何なんだ。そうか、これが友情か。わかった。俺もお前に少々きつく当たりすぎたようだ。こんなんじゃダメだな。ペアなら宝田の言う通り、もっと向き合わないといけない。高槻、やっと俺の気持ちを分かってくれたのか。まあそういうことになるのか。ありがとう。朝食食べていくか。あ、もちろんだ。高槻がいいなら。仕方ないな。なら特別に貴様の分も用意してやる。そこに座って待っていろ。ありがとう。確かにあいつの言ってることは正しい。どんな相手でもまずは受け入れる。それは俺に足りなかったものだ。そう、俺はもっともっと成長していきたいんだ。なら宝田がどんな人間だって一度受け入れるんだ。よし。待たせたな。有機野菜スペシャルサラダだ。うおー、うまそう。うまそうじゃなくてうまいんだ。これは俺の愛してやまないケンジーが作ったスペシャルな野菜だからな。へえ。それじゃ食べるぞ。いただきま。あ、待って高槻、そういえばさ、この部屋ってソースって置いてる？あるが、一体なんだ。ちょっと借りていい？ほら。ありがとう。俺こうして食べるの好きなんだよね。あ、え、何？宝だより、貴様。痛い、死ぬ死ぬ。貴様、俺のケンジーの野菜になんてことしてくれた。殺されたいのか。俺ソースをかけただけだよね。この神聖な野菜に化学調味料をかけるなんぞ言語道断。しかもソース。貴様は非常識な上にバカ舌か。近年まれに見るゴミめ、死ね。高槻、わかった、謝るから。苦しい。うっさい。お前のせいで野菜も苦しんだんだよ。可愛いあの子たちの仇だ。苦しんで鍛えろ。殺う。ああ、やめろ高槻。一瞬でも友情を分かち合えると思った俺がバカだった。待って、謝るから一回話しよう。うわ、貴様のような人間は俺がこの手で抹殺してやる。このクソゲドーめ。おら、大嫌いなハーブティーでも飲んでおけ。待って、ハーブティーは嫌だ、まずい。黙れ、お前はこれで心を浄化しろ。誰か助けて。